よいしょっと。おい、もう誰だお前、何やってんだお前、もう授業参加始まってるよお前。名前何お前。名前ですか。名前誰でも見たことない。名前はまあ生徒って言います。は、いや生徒なんて分かってるから、ね、何を言ってんの。だからその名前何って言ってんの。名前はだから生徒って言います。何を言ってんのお前。逆だったら何、名前なんですかって聞いてきて。名前なんですか。先生です。意味わかんないでしょ、名前何。あ、ごめんなさい、そういうことですね。木下、まあ、全然わからんわ。お前、まあわからん、学年も知らんけど、ちょっとこっち来い。私なんかしました。こっち来い、ここ来い、もっとこっち来い。はい、あのさ、はい、まず一つ目、はい、なんで制服着てないの。二つ目、はい、なんで携帯触ってんの。三つ目、なんでそこで突っ立ってんの、授業始まってんのに。しかも今日は授業参観ってことでね、教育委員会の偉い方だったり校長先生だったりね、町の市議会議員さん、いろんな方が見に来てるわけ。一人でも授業中にそういうね、携帯触ったりだとかそういう行動をしてる人がいると、あ、この学校って、あ、そういう学校なんだね、指導が行き届いてないね、言われるわけ。理解してるお前、ぼーっと突っ立ってるけど理解してるよお前。すいません、いやなあ、いや本当にね、誰か知らんけどな、お前多分俺が今まで授業を受け持ったことない人だと思うけど、ちゃんと意識をしろ。せめて別に授業で寝てもいいから、最悪な、受けるだけ受けろ。はい、行け。しょうもない先生。はい、行け。もしかしたら勘違いされてるかもしれないんですけど。何、私生徒っていう名前なんですよ。何を言ってんのずっとお前は。だから知ってるって、そんなの。いや、ですから何名前、私の本名が木下生徒って言うんです。木下大輝の親父です。これ息子の学ランです。あ、生徒って、保護者さん。はい。すいませんでした、ややこしくて。どうもすいませんでした。ごめんなさい、すいません、はい、いや僕が悪いので、はい、すいませんでした。先ほどここ、もう行ってきます。いや、教育委員会の方には言わないでください。言います、 PTA にも言っときますので。いや、失礼します。いや、これ多分全員さようなら。楽しみですね、先生の授業が。3時間目ですよね。こんなん全員引っかかるでしょ。携帯触ってて名前聞いたら生徒、そんなん知ってたって。学生服持ってたらそう